よし、ということでおはようございます。はい、8月9日ですね。やっていこうかなと思います。はい、はあ、ちょっとねめっちゃまったりした気持ちでそのまま動画撮ろうっていう感じでやってるんで、いつもの5倍ぐらい気持ちはまったりしております。はいどういうことやねんっていうね。なんかね気持ちすごい今まったりなんやな。なんでなんだろう。いただきまーす。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でした。どうやら船着き場に船頭さんが戻ってきたみたい。お、もうキックラ戦記は良くなったんかね。キックラ戦記どうなんだろう。キックラ戦記って何やったっけ。まあええか。ただ船頭さんが戻ってきたってことは船頭のところに行けっていうことだよな。よっしゃ行くぜ。その前に卵どこに、あ、ある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 、あるぞあるぞあるぞ。卵がついに見つけた卵きたー。ほかほかの生、産みたて卵を手に入れた。生立てってないね。ついに8月9日にしてやっと卵を入手するというなんかよくわかんないことができるようになった。やったぜ。おじちゃんたちっていっつも忙しそうだね。うん、いっつも忙しいよ。そりゃ忙しいやろな。生き物が相手だからね。365日たっぷり仕事があるんだ。そうよな、生き物相手だったら本当にずっと仕事よなって思うわ。僕くん、あー、またミルクあげたら。もうミルクはいいよ、後でちゃんとあげるから。おばちゃん、ニワトリの卵を取ってきてよ。どれどれ。産みたて卵を渡した。じゃあこれは明日の朝ごはんに出してあげるからね。やったぜ。やった。僕くん、今日の晩ごはんは何でしょう。ヒント、男爵芋を潰してこねて作ります。コロッケね。じゃあ当たるか外れるかわかんないけど楽しみにして待っててね。はーい。というかもうなんか回ったな一周なんか聞いたことがあるぞっていう感じになってるわ。一回見とこう。あー、今日のツバメは大丈夫。なんかあれだな、思ったよりね、今回レパートリーないな。なんか、え、前回どうだったっけ。2の時って、あ、俺あんまり料理のやつやってなかったか。なんか多かった気がするけど1週間でなんかもう切れたな。切れたなっていう言い方よくないけど切れたな、残弾が。はい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 、しっぽろしっぽろ。よっしゃ、いっぱい出ろ。100回ぐらい出てくれ、頼む。あ、結構出てるな。とりあえずこんなもんかな。あ、今日の分は出てしまったらしい。出たか。なら仕方がない、次に行こう。チッチシボリー。あら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 ら。本当にさ、このぐるぐるマッサージをすることによってさ、ミルクって出んの？すげえ気になるんだよな。あんのかな。いやけどやるってことはありそうよな。もうただただここのところ優しく押すって書いてるけどめっちゃ連打っていうな。優しく押すというものが分かってなくて。あ、はい、やっぱ一回やってぐるぐるマッサージだな。地味にこのマッサージも難しいんだよな、そのスピードが。どれぐらいでやろうっていうのがあるからな。さあこれでとりあえずこんなもんかな。もう一回ぐるぐるマッサージ、これぐらいのペースだな。いや、もうちょっとゆっくりしないとダメらしい。むじー、マジで。はいはいはい、多分これで満杯になるからイカ飯にあげて終わりね。よし。さあで思うこととして、
船頭さんが帰ってきたから船頭さんのところに行くでしょう。よし大満足、 OK。 船頭さんのところ、あ、ワンチャン新しい場所行けるかな、ちょっと気になる、私気になります。てかまだ泳いでるっけ。あ、まだ泳いでるわ。何か聞きたい。わー、もうレイ君何か聞きたいボットだ、もういい、もうどうでもいい。君はお前ここでザリガニ取っただろう。ん、取ったよ。ザリガニは釣りの餌にもなるんだ、貴重なんだから大事にしろよな。貴重なんだから大事にしろ。もうこいつも同じことしか言わねえや。たくよボットがよ。おう王様、王様、王様、お前は違うか。ねえ王様って羊なの、ヤギなの。え、羊やろ。僕も王様になりたいな。かわいい。今日も泳がないの。うん、このシュールな一言、うんっていうあれね。あー、ごめんごめんごめん、あー、ごめんごめんごめん。今日は最後の川遊びの日なんだ。水泳大会に参加したかったらみんなに声をかけてね。ねえここで泳ぐのってちょっと寒くない。でも今泳いどかないとすぐに寒い季節になっちゃうしょ。だから頑張って泳ぐんだ。言ってる内容はちょっと変わってるようで、あのそこの元の、ね、ところは全然変わってないな。さあで、ちょっと待って、船頭さん、あ、どうなんだろう、こっちから行った方が早いんかな。船頭を探そう。船頭こっちだよな。あ、泳いだ方が早いや。このゆるく押してが、これむずいわ、できんわ。コントローラー変えてるからっていうのもあるとは思うんだけど、船頭、船頭、船頭、なんか見たことがある顔やな。これどこどっから、どっから上がれんの、どっから上がれんの。こっちか。よし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 、やった、上がれたぜ。自転車がある。おいおい、誰やお前。どうしたもんだで。何を。おじさん、せっかく病気が治って仕事に出てきたのに、エンジンの鍵を川に落としちまったでさ。どこで。間違ってこの真下さ。自分で取りに行ってもいいんだけど、なんせ病み上がりなもんでさ。病み上がり。キックラ戦記さ。なんだそれ。キックラ戦記って何。じゃあキックラ船頭さん。な、なんとでも呼んでちょうだい。なるほど、じゃあ行ったるか。真下に落とした言うてたよな。真下に落ちてる。すごい金ピカでキラキラしてた。取ってあげよう。それは何かの鍵のように見えた。いや、それは鍵やろ。それは鍵を落としちゃったんだって言って、それ聞いて入ったのに鍵じゃなかったらやばいだろ。どこんところの鍵やねん。さあこれで新しい場所行けるんじゃねえか。ほい。船頭さん、落とし物ってこれのことかな。と言って川底で拾った鍵を船頭に渡した。すると僕、やったな、ありがとさん。けどこいつこんな川でやってるけど、うん、おはよう、シーズン初上陸だべ。やった、川の少し上流の向こう岸へ渡ることができた。うん、ありがとう船頭さん。なんもさ、そう、できるようになったのはいいんだけど、おー、レンガだじゃなくて、え、これをすることによって、てか、あの人は何で働いてるんだ。え、お、お、ニューだ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 、シンシュラシンシュラシンシュラ、
うわ、大ミスじ。あ、捕まえろ捕まえろ捕まえろ。全部ここら変身してたぞ。伊吹姫ギス。新種だ。あ、なんかよくわからないやつ取った。こいつは新種じゃない。ほ、よし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 。小紫、うわ、なんか高く売れそう。おお、新種だ新種だ。新種ボット。ウラジャノメ、あ、聞いたことあるぞ。いねえか新種。新種いねえか。開けるか。ザリガニいるか。やったー。あ、いたらしい。ちっちゃなザリガニを手に入れた。お前は新種らしい。ここなんだ、泳げそうだな。今日ちょっとここ泳ぐのやめとこう。お前らはこのなんかわかるかな、葉っぱがちょっとかき分けられてる感じめっちゃ好き。これなんだ。お、坂の途中の大きな木だよ。風が吹く方向に少しだけ曲がっている。いいね。お、この木ってもしかするとクワガタの木かな。きた、新しいクワガタの木だ。そして俺はニューを取る。よし、メスグロヒヒョウモン。ほうほうほう。何かいるかな。何かいるかな。何いない。や、いや、いるね。もう一度蹴る。え、嘘だろ、何もいないのここ。おーい、初めて来たのに何もないわ、ひどいって。で、3方向あるんだよな。うわ、落ちたら、落ちた、え、ちょっと落ちたら多分落っこちる。うん、落っこちるやろな。こっからポーンってできるってことやろな。こういうところになんか、あ、そこからもいけんのかい。まあ、じゃあついでにちょっと漁るか。ふっこ、深っ。え、深すぎん。いや、ガチ深いわこれ。足りない足りない足りない、20じゃ足りん。え、20じゃ足りんぞこれ。やば、ここ、ここが、ここ上がれるところだな。多分上がれるところで、なんか滝があって、こっちも上がれるな。上がれる場所が2箇所あるな。なんだここ、ダムかなんかだったんかな。なんかあるぞ。なんでスワンボートがあるんや。え、このスワンボートなんもないの。え、なんもない。逆に怖い。逆にそれはホラーだろ。じゃあ一回この真下行ってみっか。あった。なんか穴あったなと思ったけど、あったわ。イギリスを手に入れた。これさ、上なんか空洞、あれ、なにこれ、なんかの建造物か。なんか行けるというわけではないけど、一応空気のボックスなんだここは。ほう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 。ああ、ああ、やべえ、ここあさり放題じゃん。うわ、気になる。あさっちゃお。
あれどっから入ってきたっけ俺。違う、やばい、どこから入って、光のやつで分かってたけど、光がなくなった途端どこから入ってきたか分かんなくなっちゃった。ここか。で一回こっち行くか。で酸素回収して、いい、やば、なんか泳ぎ要素正直今回めっちゃ少ないなーとか思ってたけど、あるわちゃんと。ドイツ民主共和国東ドイツを手に入れた。東ドイツかい。ほう、多分でここにはもうないだろうな、きっと。ちょっと深いところまでガッて行ってみるか。どこまで行けるだろう。いやけどこれ深すぎるぞ。あ、ブータンを手に入れた。音が変わったぞ。なん、あ、タヌキが、あ、タヌキがあって、なんかあった偶然。西ドイツを手に入れた。え、音が急に壮大。え、なになに、なんか始まる、ここボス戦。ボス戦とか始まっちゃう。危ない、普通に死ぬけど。半分かこれで。あー、じゃあとりあえず、じゃあやったし帰るか。半分かこれで。どこやここ。え、知らんところ来た。鍵のかかった扉の隙間、冷たい風が来ている。あー、なんか違うんだここは。おっと、お、にゅ、あ、こっちか。ちょ、よし。ゴマシジミ、え、めっちゃ星マークある。え、レアリティ高いんだこいつ。ゴマシジミそんな高いのか。来た、蜂の巣。これであれじゃん、つっついてってやったら帰れるじゃん。え、トウモロコシ畑なんだけど、なんかここら辺ないのかな。トウモロコシ畑ないか。ありそうだなと思うけど。どここれ、誰んち。え、行ってみっか。おい、夕方になったけど、やばいって。え、待つだけか。何それ。あー、帰ってきた。メスグロヒョウモン、なるほどな。こっちがあのルートか。はい。あ、ちょ、よし。こっちもいけんな。ゴイシジミ、なるほどな。オッケー、わかったわかった。マップとして、はー、ちょっと待って、今日俺行けてない場所多すぎる、まずい。ちょっと待って、めぐみちゃんのところは行かないといけないんよ。ここ、ここ、毎回あれか、先導さんルートか。オッケー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 。いや、虫相撲は今回捨てよう。捨てていい、捨てちゃおう、もう無理だ。できたら行きたいけど、多分虫相撲やってる間に行けないだろうな。俳句とめぐみちゃんに会って、で、帰ってくるって感じだな。うわ、やべえ、新天地行くとマジ時間ねえわ。これ俺まったりにしてるよな、モード。
確認って、ああ、ちょ、やめます。まったりにしてたよな、オプションで。ちょっと待って、確認したい。のんびりにしてるよね。うわ、のんびりにしててもこんなに時間足りないのかよ。やばいって。行きたい場所多すぎる、ガチで。ちょっと今回は申し訳ないけど、ここは割愛で。コラーを聞くのがね、やっぱ夢なんだけどね。この前のやつできてるよ。おお、夏の草原と名付けられたグラスを手に入れた。たまには夜にもおいで。気に入ったオブジェやグラスがあったらあげるよ。結構来てるけどな。僕が気に入ったやつをくれるってこと？違うよ。私が気に入ったやつをあげるのさ。なんだそれ。なんだそれ。けどとりあえずこれでもらったからありがとうでしょ。よし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 。で、うわ、5時だよ。いやけどこれワンチャンいける？俳句読んで。こんにちは。一句できたべ。麦畑デートしたのは君と僕。これはあれだね、普通に言ってるだけだね。60点。まあまあだべさ。俳句教えてくれ。麦畑いや、焚き火の日デートしたのはジンギスカン、キツネの子。焚き火の日デートしたのはキツネの子。まあまあか。なんかさ、もう次回また精進して頑張るよ。ネタに振り切った方が点数高いんじゃないかって思ってきた。だから全部ジンギスカンにつなげてやろうかな。悪徳すぎる。小学校前、これで小学校前に行って虫相撲できたらマジででかい。虫相撲できるか。いけそう。ギリいけそう。ギリいけるんじゃね。いけた。よし。多分ここ無敵フィールドだから、ここに来ることはない。やぶね、今ローディング怖かった。あ、虫相撲やんのかい。やるぜ。へへ、わやにしてやるぜ。私もやるよ。よし、じゃあやってきますか。まあとりあえず、まあ、トリマ最強カマキリくんを出すんだけど、最初は僕からさ、まあ、キングがいるか。いけ、俺のカブトムシ。こいつ技を全部覚えたやつを出してきたぜ。いけいけいけ。急にカブトムシかよ。頑張れ。どちら。うわ、押し強え。やべやべ。これ押されたらやだな。技、うわ、外した。マジかよ。ガチか。急にカブトムシかよ。さてよ、カブトムシに対抗できるやつがいるかと言われるとそこまでいない説。これブーストで技、いい。おわ、強すぎ。俺の勝ちだぜ。やば。誰だったら勝てる？じゃあ、で、強いやつが推しに多分負けるんだよな、全部。ちょっといけっかな。姫オークワガタ、姫オークワガタ一回キングから。じゃあこれで決まりさ。強いにこう、ビッグ72でっけ。頑張れ。あ、けど姫の方が強いんだ。負けちまうよ。うい、うい、殴ってけ殴ってけ。あぶね。
とりあえず5勝をしてキング行きたいな。5勝キングが安牌な気がする。おいおい、いけ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 、体力回復なんかしなくていいから。おーい、え、なんで距離を取った、何かあるのかお前。あー怖い、よくよくすかした。ウェーイ、角はじきって言うんだこれ。国話の47、それはもう国話じゃないんよ、それはもうでっかいんよな、普通のクワガタなんよな。負けないで、うっちゃりだけ怖いけど、よし押し出せ。これ強いな、ドカって一回殴ってそのまま行く。え、俺の知らない、なんかあれオサムシが出てきた。え、強わ、少し押しとくか。おお、押すな押すな押すな。おお、結構あるな、結構馬力あるな。こいつ何してくるタイプなんだろう、体力回復型なんかな、やっぱりオサムシだから。頭突き、なんだそりゃ。オサムシってしぶといね、倒し方を工夫しねえとダメダメさ、ダメダメさ、腹立つな。いやーけどここでちょっとね、いやー姫王クワガタ使えなかったらちょっと痛いかもしれんな。お前頑張れるか。よし行け。あー頑張れなさそう、頑張ってほしい。いけいけいけ、まずい、これ倒せたらでかいよ、めちゃくちゃでかいよ、すごいでかいよ。わーい、さすが初めてのキング、お前がナンバーワンだ。次は俺の番ね。でミヤマ、ミヤマ欲しい、ミヤマ欲しい、倒せ倒せ、ハッ倒せハッ倒せ、よし、ミヤマ欲しいからハッ倒してほしい。やべ、欲しいやつ急にいっぱい出てきたな。うわ、ハッ倒せ、マジで、おお、やめて、体力めっちゃ使うやん。うわ、これどうだ、うえーい、よし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 、よいしょよいしょ。あ、ちょっと待ってくれ、お前はもう何回か見ている。 3.2、3.6、 3.2 か 3.6 か、ちょっと待てよ、一回戻して、並び替え、価値の高い順、ヒメオオクワガタの2がどれぐらいなんだ。え、 6.0 あるんだけど、ヒメオオクワガタ、え、こいつこんなにあんの。キリギリスは、え、 4.4 ある。じゃあそれバクるべ、間違えて公開しちゃった、まあええか。こいつ、こいつ育てたいな。いや、推しでは負けてないな、やっぱりこいつ。技さえ食らわなかったら、あ、そっか、お前体力回復するタイプか。こいつが何タイプなのか分かんないんだよな。もともとスタミナ多いから結構えげつないっていうのは分かるんだけど、技打ちタイプなんかな。もうずっとダンスダンス、やめてほしいわ。推しとしては負けてないな、推しとしては負けてないけど、おい、ロケット続き、自分もダメージ食らってるけど、まあ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 、あ、お前踊るな。お、こちらも踊ることができたらしい、負けない、いいぞ。そのままロケット続きでいきたいね。ロケット続き結構あるな、これ半分ぐらい下手し、いや半分はさすがに無理か、3分の1ぐらいでなんかあの体力使ってロケット続きありかもしれない。ちょっと待って、もうね、長いって、オサムシ同士の対決長いって、ロケット続きで終わらせてくれよ。ダンスしている間に続けないかな、続けねえわ。なんか微妙に押してるんだけどね。あー、おー、こっちも回復や、こっちも回復や。
じゃなくて両者引き分け。はい。おさむしってしぶといね。倒し方を工夫しねえとダメダメさ。次は僕の番ダメさ。工夫しないとダメだねとか言ってるけど、どうやって工夫すんねんって常々思ってるんだよな。いけ俺のカブトムシ。カブトムシ、まあ、とりあえずじゃあ行ってみっかお前で、1,2,3,4,5,6,7 これぐらい。頑張れ。どれぐらいだ。あーおー無理だな。おー、よしロケット続き、もう一回ロケット続きが出れば。おー、OKOKOK、まずダンスな。ダンスで相手止まるから、その間にちょっと押し、うわーロケット続き出て出ないか、無理か。うわー押しが強えなー。いやーロケットずつきいいところだったんだけどなー。うーん、割とここは打っちゃい。頑張れ打っちゃいだよ。え、いけー勝ったぜ。もうそれは死ぬよ、それ普通に死ぬよ。嘘だろ。くっそ、ちょっと待って、これを 3.4。 よし、じゃあそれとバクるぜ。オッケー。三山強いんじゃね。頑張れ。いやダメだわ。やった、いけるぜ。あー惜しい、いなされた今の。ちょっとうっちゃり狙うか。コクはどれぐらい俺持ってたっけ。カブとうっちゃり食らうかどうかわからんけど、いた。コクは全然使わなかった。コクは頑張れ。けどこう見るとコクは大きく見えるな。コクはだけど、なんで、なんで君はあの普通に敵をこかそうとした。別にこかさなくていいのよ。君がやることはうっちゃり。頑張れ。うっちゃりね。うっちゃれ。俺のなんでやねん。なんでさ、相手で出るときはめちゃくちゃうっちゃってさ、こっちで戦うときはうっちゃらないの。あれ、よくよく考えたらどこ行ったんだろうあいつ。あれ、お肉はいなかったっけ。消えた。いけいけいけ。やばいなマジで。押しが強すぎるカブトムシの。おい、なんでやねんそこで。やべえ強え。単純にこのキングに勝てる何かを作らないといけないな。キングに勝てる何かはなんだ。何が勝てる。キングに誰だったらいけるんだ。うっちゃり対策で最後に攻撃するのずるくない。あ、お肉はいたわ。やっぱなんかゲージとか残ってたら押し出しの時に強いとかあんのかな。うーん、およくわからんことやってたな。うわー惜しい。いやっていうかこれ重さ的にちょっときつかったかな、お肉は。くわー、いやけどやっぱ可能性あるのが、いやー可能性結局あるのがあれだな。なんかうっちゃりするか、カマキリでなぎ倒す、ブーストしまくってドンやな。あー今日は負けやな。バイビー。カブトムシ強かった。はーい。てかさ、え、レンが今4個溜まったっけ。お、お腹すいたろ。びっくりした。もうご飯だよ。あ、そこにいるんだ。びっくりした。あー、くそー、マジで。
キング強すぎ。いただきます。いただきます。まーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。クマ見てきたの？ああ。お？かなり大きなメスグマだったよ。いたんだ。一発で仕留めたって。死んじゃった？うん。人里に出てくるようになってたからしょうがないんだ。でも一緒にいた子供の方は大丈夫だよ。今子グマはどこにいんだい？ユアン寺の境内よ。レイ君のとこ？そうよ。なるほどな。じゃあどうするか。まずじゃあやること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 、あ、こっちじゃないけど、めぐみちゃんところ行ってもどうせなんか何かやったらまた来なって言うだけだと思うから、夜行けたよね。このなぜか行けなくなるやつ。そうだよね、行けるよね。夜は行けるんよ。クマ見に行こう。クマを、うわ、なんか、うわー、ちょっと ASMR されてる俺。これホタルか。ホタルだ。おお、平家ボタル、ついに見ることができました。うわー、音が。これさ、このカチャ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 音鳴ってんの何なんやろ。何か、あ、一応夜に見れるんだ。なんもいないや。おお、ノコギリだ。質がちょっといいな。でかっ。そりゃでかいやろ。あ、いたいたいた、クマちゃん。おーっとっとっと、それよりニュー。水色オナガシジミ、いいね。こんにちは。君はなんて名前なの？そうか、ゴロっていうのか。ゴロなんか？お母さんと離れていて寂しくないかい？でも僕も夏休みの間だけお母さんと離れて暮らしてるんだ。そうか、ゴロは僕よりも元気なんだね。ちょっとちゃう気がするけど、まあええか。君の名前は？これなんか話しかけてるとなんかあんのかね、ちょっと気になる。じゃあそのまま帰るか帰るかって言ってこっちなよな。お化けだぞ。あらららららら、あらららららら、たくだらしねえな。あれ、何してたんだっけ。さあ、じゃあどうするか。で、でこっから、多分時間がもうないので、ないので、めぐみちゃんは諦めます。諦め。で、風呂入っておじちゃんとかと話して、で多分ちょうどいい時間になる気がする。私は試しに砂糖水を作ってみることにした。作れた。苦労して出来上がった砂糖水は、うん、台所に置いてあった小さな空き瓶に入れることにした。よっしゃー、よし、これでここの虫は全部僕のものだ。全部僕のものだ。もう乱獲する気満々。よし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 。けどこれで多分珍しいところのやつは全部取れるんじゃないかな。ちょっと待ってよ。で風呂入って、いい湯だな、バババン。これ終わったら風呂入ろう俺も。で、それは置いておいて、ちょっと時間は？あ、いや大丈夫だと思う。
水やるぐらいの時間はあると思う。あれ？トマト赤くなってない？あ、いや、赤くなりかけてるんだ。色が、あ、ちょちょちょ、なんでや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 なんで、僕急に遊ばないでくれ。あれ？よし。よし、こうしたことによってちょっと話が変わったんだけど、あー、話変わったー、話変わった、終わったー。あー、僕もそこで遊ばないでー。これはですね、間に合いません。はい、もう理解しています。これは絶対間に合いません。でも、もうそろそろ、いや、終わりです。うーわー、どっち行ってもですよねー。うわー、やらかしたー。ボクくん、絵日記書いてお休みなさいしよ。うん、おばちゃん、お休みなさい。話しかけれんかった、久々にやったわ、マジで。うわ、めっちゃ後悔。これがいっちゃんの後悔だな。くっそー、今日何、いや、今日船頭さんのことかな。え、奥深い湖の真っ暗な底で王冠を拾ったよ。一体誰が落としたのかな。船頭さん忘れられてる、かわいそう。まあいいか。ということで、明日キングに勝ちたいな。あと探索したいね。よし、ということで、お疲れ様でした。おやすみなさい。